ヤコブス・ヘンリックス・ファントホフはオランダの科学者。物理科学の分野で大きな功績を挙げ、特に熱力学においてファントホフの式を発見したことで知られる。これによって1901年に最初のノーベル科学賞を受賞した。このほか、有機化学や反応速度論、化学並行、浸透圧、立体科学に関する研究がある。 1852年、ロッテルダムの医師の家に7人兄弟の3番目として生まれる。幼い頃から科学や自然に興味を持ち、植物採集に頻繁に出かけていた。学校に通うようになると哲学と死にも興味を持つようになり、バイロンを崇拝するようになった。父の希望に反して、ファンとホッフは科学の道へ進むことになった。 まず1869年9月にデリフト工科大学に入学し、1871年7月に科学工学の学士号を取得。通常3年かかるところを2年で卒業した。ついで、ライデン大学に進学し、科学を学ぶ。1872年、ボン大学のケクレのもとへ留学。1874年にはパリ大学のビュルツのもとへ留学した。 同じ研究室にルベルがいた。1874年、ユトレヒト大学にて PhD を取得した。ユトレヒトの獣医学学校で科学と物理学の講師となる。1878年、アムステルダム大学の科学、鉱物学、地質学の教授に就任。同年、結婚。二人の娘と二人の息子を設けた。1896年、 ベルリン大学へ招聘される。1901年、最初のノーベル科学賞を受賞。1911年3月1日、結核により、ベルリン近郊のシュテーグリッツで死去し、近郊のダーレム墓地に埋葬された。ファントホフ博士号取得前の1874年、ファントホフは、有機化学についての重要な論文、現在の科学において用いられている。 構造式を空間的に拡大する試みについてを発表し、光学活性の説明として、炭素の化学結合が肖像核水の頂点に配置されるという説を提唱した。パストゥールが発見していた光学異性体を説明するものである。同門のルベルが独立にほぼ同じ内容のモデルを提案したため、ルベル・ファントホフの法則と呼ばれる。この理論は後に、 フィッシャーが東類ーーを詳しく研究した結果確実なものとなる。1874年、ファント・ホッフは立体科学についての成果をラッチミエ・ダンエル・アスポスという著書にまとめた。彼の理論は革新的であり、当時の学会からは批判が大きかった。特にドイツの学術誌ジャーナルフィア・プラクテ社生ミの有名な編集者、ヘルマン・コルベは通列な批判をしている。 1884年、反応速度論に関する著書エチュードでディナミック、カイミックを出版。その中で、反応時数を求める新たな手法を提唱し、化学並行の熱力学の法則を応用している。また、現代的な意味での化学神話力の概念も導入している。1886年、 気迫溶液の浸透圧は絶対温度と溶液のモル濃度に比例するというファントホーフの法則を発見。浸透圧を表す式が理想気体の状態方程式と同じ形であることを示した。この業績により1901年の最初のノーベル科学賞を受賞している。1887年、ドイツ人科学者、 ビィルヘルム・オストバルトと共に科学雑誌サイト・シュリフトフィは、ファジー・クリーシュ性味を創刊した。スワンテ・アレニウスの電解質の理論についても研究し、1889年にアレニウスの式の物理学的根拠を与えた。ベルリン大学では、シュタースフルトの岩塩交渉を研究し、ドイツの科学産業発展に大いに貢献した。1900年代のファンとホフ1885年。 オランダ王立科学アカデミーの一員に選ばれた。また、ハーバード大学、イエール大学、マンチェスター大学、ハイデルベルク大学からそれぞれ名誉博士号を授与されている。1893年に王立協会からデイビーメダルを授与され、1897年にはフェローに選出された。1911年、プロイセン科学アカデミーからヘルムホルツメダルを授与。 1894年、レジオンドヌール勲章のシュバリエに選ばれた。ノーベル科学賞も受賞している。ありがとうございます。